山陰自動車道、山陰自動車道、山陰自動車道、山陰エクスプレスウェイは、鳥取県鳥取市から、島根県を経由し、山口県下関市に至る、高規格幹線道路の路線名である。略称は山陰道、山陰道、三院エクスプビー。高速道路ナンバリングによる路線番号は、京都縦貫自動車道、 山陰近畿自動車道と共に EQ、浜田 JCT、浜田 IC 間のみ、浜田自動車道との重複区間となっているため、広島自動車道、中国自動車と共に E74 と割り振られている。高速自動車国道、A 路線の山陰自動車道と高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路、A 路線の山陰道で構成されている。 A 路線区間においては原則として、三陰道の名称が用いられ、三陰自動車道の表記は使用されない。区間によっては、標識等に、一般国道としての道路名を併記して案内、されている。A 路線区間、A 路線区間とも小型特殊自動車の通行は不可で、ある。松江鎌造 IC 新次 JCT 間は、道路名、営業路線名は、 山陰自動車道であるが、高速自動車国道の路線、法定路線名としては、中国横断自動車道尾道松江線に所属している。浜田 JCT、浜田 IC 間は、中国横断自動車道広島浜田線との重複区間であり道路名、営業路線名は、浜田自動車道である。また、松江玉作り IC 出雲 IC 間お及び浜田 JCT、 浜田 IC 間は高速自動車国道、その他の区間は一般国道、国道9号191号の自動車専用道路である。A 路線のうち、米子道路、米子東 IC、米子西 IC と松江道路及び浜田道路の3区間は三陰自動車道の計画策定以前より計画された道路であり、設計基準も一般の自動車専用道路並みとなっている。 2010年、平成22年2月2日、高速道路無料化社会実験の対象区間に指定され、同年6月28日から2011年、平成23年3月31日まで、三人道の有料区間全線が無料とされた。2018年、平成30年3月現在、鳥取 IC、鳥取県鳥取市鳥取西 IC、道館、青屋 IC、 鳥取市ハワイ IC、東白郡百合浜城管、大英東白 IC、東白郡琴浦町出雲 IC、島根県出雲市管、大田朝山 IC、大田市大田中央、三亀山 IC、道管、二間、岩見銀山 IC、東、岩見福光 IC、道管、高津 IC、高津市岩見三住 IC、浜田市管、東田 IC、増田市、九条 IC、道管、 高津 IC、増田市、菅 IC、道館、萩 IC、山口県萩市三住 IC、長都市間がそれぞれ開通している。国土開発幹線自動車道建設法に基づく、国土開発幹線自動車道、国間道としての山陰自動車道は、以下の通りとされている。また、高速自動車国道の路線を指定する政令に、基づく、 高速自動車国道としての山陰自動車道は以下の2路線からなる。これらについて営業中路線の道路名に区分すると以下のようになる。一般国道に指定されている区間は、原動活用区間を除いて山陰自動車道に並行する自動車、専用道路である。また、計画区間、事業区間のインターチェンジ名については過小である。以下。 三陰自動車道の区間について述べる。鳥取西道路、鳥取西道路は、鳥取県鳥取市本港、鳥取 IC から、鳥取市青谷町、青谷、青谷 IC に至る延長 19.3km の道路である。青谷、ハワイ道路、青谷、ハワイ道路、青谷、ハワイ道路は、鳥取県鳥取市青谷町、青谷、青谷 IC から、 東北郡百合浜町ハワイ長瀬、ハワイ IC に至る延長 13.2km の道路である。北条道路、北条道路は、鳥取県東北郡百合浜町ハワイ長瀬、ハワイ IC から、東北郡琴浦町付下、大英東北 IC に至る延長 13.5km の道路である。東北、中山道路、東北、中山道路、 東博、中山道路は、鳥取県東博郡琴浦町付きた、大英東博 IC から、鳥取県西博郡大仙町80、赤崎中山 IC に至る延長12.0、キロメートルの道路である。山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備された。2011年、平成23年2月27日、大英東博 IC。 赤崎中山 IC 間延長 12.0km 開通により暫定2車線で全線開通した。中山、縄道路、中山、縄道路、中山、縄道路,縄道路は鳥取県最白軍大線長80、赤崎中山 IC から道長下市、縄、淀江道路接続点に至る延長 4.3km の道路である。 三陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備された。2013年、平成25年12月21日、赤崎中山 IC から縄ヨド江道路の、縄 IC までの区間、延長 8.6km 開通により、暫定2車線で全線開通した。縄、ヨド江道路、縄、ヨド江道路、縄淀路、ヨド江道路は、 鳥取県最白軍大船長、下市、中山、縄道路接続点から道長、安原、淀屋 i c に至る延長 12.1km の道路である。山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備された。2007年、平成19年9月29日に、大船 IC 淀屋 IC 間 3.1km、2008年。 平成20年3月29日に、縄 IC 大戦 IC 間 4.7km、残る縄 IC 伊東の 4.3km 間は2013年、平成25年12月21日に開通し、全線開通となった。米子道路。米子道路は、鳥取県最白軍大船長、安原、淀ド IC から、米子市印田町。 ヨナゴ西 ICE に至る延長 13.6km の道路である。ヨナゴ東 ICE 制の区間は、山陰自動車道の計画策定より前である1972年、昭和47年により、国道9号のバイパス道路として事業着手された道路であり、設計基準も一般の自動車専用道路並みとなっているほか、ヨナゴ大橋から米粉中 ICE にかけての 上り線脇にはフェンスを隔てて歩道が設けられている箇所がある。一方、淀ド IC からヨナ東 IC の区間は当初から山陰自動車道に並行する国道9号の自動車用道路として日本道路公団が整備し、日本道路公団中国支社及び、省経機関である西日本高速道路中国支社が管理する有料道路であったが、 民営化から半年後の2006年、平成18年4月1日午前時より、無料開放され、現在は、全区間が、国土交通省中国地方整備局倉吉河川、国道事務所の管理となっている。米子自動車道との連結は、現在米子市街、松江方面と大阪、岡山方面でのみ、ジャンクション、米子 JSCT で連結しており、鳥取、 倉吉方面とは平面交差点で接続している。2005年平成17年8月4日に米子市街、松江方面大阪、岡山方面 B ランプが2006年平成18年8月11日に大阪、岡山方面米子市街、松江方面 C ランプが開通した。計画は全線4車線であるが現在は ヨナゴ JGT から日の川東 IC までの区間を、除きほとんどの区間で、暫定に車線での共用となっている。倉吉河川国道事務所ではこれに続く区間として、日の川東 IC から、ヨナゴ南 IC までの区間の4車線化を2014年度、平成26年度より着手している。安木道路。安木道路は、鳥取県ヨナ市イ田町、ヨナ西 IC から、 島根県松江市東出雲町、東出雲 IC に至る延長 19.1km の道路である。山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備された。松江道路。松江道路は、島根県松江市東出雲町、東出雲 IC から、松江市玉湯町、松江玉作り IC に至る延長 13.7km の道路である。 三陰自動車道の計画策定より前である1972年、昭和47年により、国道9号のバイパス道路として事業着手された道路であり、後に途中の東出雲 IC から松江玉作り IC までの 9.0km が三陰自動車道に並行する自動車専用道路に組み込まれた。松江玉作り IC 異性の区間は、 玉湯港区として引き続き一般道路として整備され、現道の区間は、島根県及び松江市へ移管された。玉湯港区の区間は一般には、玉湯バイパスと呼ばれる。出雲、古良道路、出雲、古良道路、出雲、古良道路は、島根県出雲市地位宮町、出雲 IC から、出雲市古良町三部、古良 IC に至る延長 4.4km の道路である。 山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備される。2008年度、平成20年度より、事業着手された。古良、滝道路、古良、滝道路、古良、小寮滝道路は、島根県出雲市古良町三部、古良 IC から、出雲市滝町、久村、出雲滝 IC に至る延長 4.5km の道路である。 山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備される。2012年度、平成24年度より、事業着手された。滝、浅山道路、滝、浅山道路、滝、浅、山道路は、島根県出雲市滝町、久村、出雲滝 IC から、大田市町山町、浅倉、大田浅山 IC に至る延長9.0。 キロメートルの道路である。三陰自動車道に並行する国道を九号の自動車、専用道路として整備される。二千十八年度、平成三十年度の供用開始を目指して、事業中。朝山、大田道路、朝山、大田道路、朝山、大田道路は、島根県大田市町山町、朝倉、大田朝山 IC から同市久手町座市しか大田中央。 三亀山 IC に至る延長 6.3km の道路である。三陰自動車道に並行する国道9号の自動車専用道路として整備された。2018年、平成30年3月18日、大田朝山 IC から大田中央、三亀山 IC までの区間、延長 6.3km 開通により、暫定2車線で全線が開通した。 青函道路、大田、青函道路、大田、静馬道路は、島根県大田市、久手町座市しか、大田中央、三亀山 IC から、大田市静馬町、青函 IC に至る延長 5.0km の道路である。山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備される。2012年度、平成24年度より、事業着手された。 生館、二間道路、生館、二間道路、静間、二、間道路は、島根県大田市静間町、生館 IC から、大田市二間町大国、二間、岩見銀山 IC に至る延長 7.9km の道路である。山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備される。2008年度、平成20年度より、事業着手された。 二間、湯の津道路二間、湯の津道路二間、湯の津道路は、島根県大田市二間町大国二間、岩見銀山 IC から、大田市湯の津町今浦、岩見福水 IC に至る延長 11.8km の道路である。福水、あさり道路。福水、あさり道路。福水、あさり道路は、島根県大田市湯の津町。福水、岩見福水 IC から、 ゴーツ市松川町上川戸、あさり IC に至る延長6 5トルの道路である。山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備される。2018年度、平成30年度より、事業着手された。あさりゴーツ、あさりゴーツ間は、島根県ゴーツ市松川町上川戸、あさり IC とゴーツ市各市町。 ゴーツ IC を結ぶ延長約 7km の未事業化区間である。この区間については、島根県道302号、浅利渡る地線及び国道9号ゴーツバイパスを当面活用する予定となっている。ゴーツ道路、ゴーツ道路は、島根県ゴーツ市各市町、ゴーツ IC から、浜田市交差町、浜田 JCT に至る延長 14.5km の道路である。 浜田道路、浜田道路は、島根県浜田市長沢町、浜田 IC から、浜田市原井町、原井 IC に至る延長 6.4km の道路である。浜田、三住道路、浜田、三住道路、浜田、三住道路は、島根県浜田市原井町、原井 IC から、浜田市三住町、森溝上、岩見三住 IC に至る延長 14.5km の道路である。 三す増田道路、三す増田道路、三す増田道路は、島根県浜田市三す町三す岩見三み IC から、増田市東田町、東田 IC に至る延長 15.2km の道路である。山陰自動車道に並行する国道9号の自動車、専用道路として整備される。2012年度、平成24年度より、事業着手された。 マスダ道路、マスダ道路は、島根県マスダ市東田町、東田 IC から、マスダシスコ町、スゴ IC に至る延長7 8トルの道路である。スコ玉川、スコ玉川間は、島根県マスダシスコ町、スゴ IC と山口県萩市下田湾を結ぶ、延長約1 2トルの未事業各間である。須子玉川うだ、須子玉川うた間は、 山口県萩市下田万と阿武郡阿武町、宇田、木与東 IC を結ぶ延長を未定の未事業化区間である。木与防災。この区間は山口県阿武郡阿武町木、与え、木与西 IC から阿武郡阿武町、宇田、木与東 IC に至る延長 5.1km の道路である。山陰自動車道に並行する国道191号の 自動車専用道路として整備される。2017年度、平成29年度より、事業着手された。木与体大井、目木与体大井間は、山口県阿武郡阿武町木、与え、木与西 IC と萩市大井を結ぶ延長未定の、未事業各間である。大井萩、大井萩間は、山口県萩市大井と萩市椿、 萩 IC を結ぶ延長約1 5トルの未事業各館である。萩、三隅道路。萩、三隅道路。萩、三隅道,道路は、山口県萩市椿、萩 IC から長門市三隅中、三隅 IC に至る延長1 5 2トルの道路である。三隅長門。三隅長門間は、山口県長門市三隅中。 ミスミ IC と長戸市深川湯元、長戸 IC を結ぶ延長約 8km の未事業各館である。長戸、田原山道路長戸、田原山道路、長戸、田原山道路は、山口県長戸市深川湯元、長戸 IC から、長戸市田原山小原、田原山 IC に至る延長 5.5km の道路である。田原山、豊田道路、田原山、豊田道路、 タワラ、豊田道路は、山口県下関市豊田町八道、豊田 IC から、長都市タワラ山小原、タワラ山 IC に至る延長 13.9km の道路である。山陰自動車道に並行する国道491号の自動車専用道路として整備される。2016年度、平成28年度より、事業着手された。 豊田小月、豊田小月館は、山口県下関市豊田町八道、豊田 IC と下関市小月、小月 IC 付近を結ぶ延長未定の未事業各館である。安木、松江玉作り、川の本線料金所付近は時速4 0トル。事業の促進を図る目的で、事業主体が日本道路交段、当時と、 国土交通省の間で細かく分けられたために、有料区間と無料区間が入り混じっており、特に無料区間のみを利用したい者にとって、案内式が分かりにくいという声が多く、三ニ道道路案内標識改善検討委員会において、見直しが行われた。また、一部区間、青谷 IC ハワイ IC 間、淀谷 IC ヒカ IC 間と、同区間を並走する国道号での付け替えが、 行われた。なお、高速道路無料化社会実験に伴って、全線が2010年、平成22年6月28日0時より、無料化の対象となっている。A 路線区間では、有料区間唯一の休憩施設として、新事故サービスエリアがある。A 路線区間では休憩施設として、道の駅を設置している。道の駅ハワイ、ハワイ SAA、道の駅ごとの裏。 琴浦 PA、道の駅大船恵みの里、縄 PA、道の駅、夕日パーク浜田、道の駅、萩、三三三味、明石 PA がある。三陰自動車道の休憩施設は、いずれもガソリンスタンドが併設されていない。国土交通省中国地方整備局倉吉河川、国道事務所では、鳥取道三陰道休憩施設ガイドマップを用意しており、 インターチェンジ周辺の道の駅やガソリンスタンドを案内している。また、島根県東部高速道路利用促進協議会では、島根県東部の IC ランプ周辺の手軽に使える高速道路トイレマップを用意してり、インターチェンジ周辺のトイレを案内している。いずれも道路外の施設。24時間交通量、大道路交通センサス。三ン自動車道の標識は、 高速道路、自動車専用道路の緑色が使われている。所帯は、浜田 IC、原井 IC、浜田道路間、高津 IC、菅 IC、増田道路間の区間は、丸ごし区帯、ナールを、赤崎中山 IC、縄 IC 間、湯里 IC、岩見福光 IC 間は、平木の格ごしっく隊、W5、その他の区間は、 日本道路公団が開発した独自の角張った書体を使用している。以下の例外がある。基本的に、西日本高速道路株式会社管轄区間と、国土交通省管轄区間の一部、鳥取 IC 鳥取西 IC、大英東北 IC 米子西 IC、東出雲 IC 松江玉作り IC は、各県警の高速道路交通警察隊が、 それ以外の国土交通省管轄区間は各県警の交通機動隊及び所轄の各警察署交通課が担当している。三院自動車道にハイウェイラジオはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。